にちは、新州読書会の宮沢です。今日も信長さんという方が書いた、成功は気にしない人だけが手に入れるという本から読み上げてご紹介したいと思います。何でもいい、とにかく主役をやってみろ。仕切る側と仕切られる側ならどちらか。新入社員の歓迎会、移動していく仲間の送別会、または合コンなど人が集まって飲む機会はいろいろあると思う。そういう時、君は仕切る側だろうか、もしくは仕切られる側だろうか。私は君にぜひとも仕切る側に回ってもらい、幹事という役どころにチャレンジしてほしいと思う。別に俺に任せておけ的なリーダーになる必要はない。周囲が求めるのも、こうした何事も完璧にこなす役柄ではないだろう。みんなが和めるような場を作るには、むしろちょっと抜けてるぐらいのリーダーがいい。リーダーである幹事がリラックスして飲み会を楽しんでいれば、みんなも安心して楽しむことができる。だから幹事だからといって遠慮したりせず、ど真ん中に座ってみんなと会話を楽しんでいたって構わない。リーダー役を務めると人はこんな風に喜んだり不快になったりするんだという大事なポイントが手に取るようにつかめてくる。そういう経験は必ず仕事にもいい影響を与える。例えば君の勤務する会社が学生を対象に会社説明会などを開催するとしよう。その際、集客力や段取り力、さらには会場を仕切る能力などが高い社員はエリート社員よりも貴重な人材として高く評価されるのではないだろうか、ということです。まあ、率先して幹事をやれと、フォロワーになるなと、フォローされるようになんなきゃいけないってことですね。仕切る側になんなきゃいけないと。リーダー役を務めると人はこんな風に喜んだり不快になったりするんだという大事なポイントが手に取るようにつかめてくるってことですね。まあ私もずっとIC レコーダーに向かって喋ってんですけども、昨日久々に YouTube でライブでお話ししたんですね。まあニコ生ではね、12月の末から毎日やってんですけども、ちょっとまあいろいろ録音してアップしてもなかなか再生数も伸びないし、チャンネル登録も頭打ちになってたんで、まあ試行錯誤してこのように雑談も毎日撮ってんですけども、やっぱりね、毎日ライブ配信した方がいいのかなと思いまして、まあ、ツイキャスではやってたんですけど、まあやってればやっぱりね、聞いていただく方増えてきたんで、で、YouTube でやった方が、ね、チャンネル登録者に通知が行くはずなんで、まあ、やってみたらね、昨日ツイキャスと YouTube 合わせて40名ぐらい来ていただきました。まさかね、40名も同時に聞いてくれるとは思わなかったんで、まあ、びっくりしましたけども、まあね、ちょっとした教室に人がいっぱいになってるぐらいですからね。まあ、毎日あればね、これ、どんどん増えていくんじゃないかと思って。まあ、そうなるとね、何話すかって問題が出てきちゃってね、本当はね、哲学書の精読とかやりたいんですけども、まあ、でも、よく考えたらね、みんな、仕事終わって疲れてんのにね、まあ、社会人ばっかりが聞いてるわけじゃないと思うんですけども、あんまりそんな、なんか、みっちり詰まった話しても、まあ、くたびれちゃうんで、まあ、そうすると何話すもんかなと、まあ、なってきますよね。だからまあ、何話してどのぐらい人が、集まるかとか、まあ考えながらこれからやっていけばいいかなと思ってます。まあ、私も毎日ね、放送してみてやっぱりその受けるネタと受けないネタってやっぱありますから、だんだん人はこんな風に喜んだり不快になったりするんだ。でも不快になったとこはわかんないですね。まあちょっとね。まあ人が離れていくケースもありますけど、それはどの辺で離れていったんだか私には分かんないんですけども。まあでも、喜んでもらうっていうのはね、まあ具体的に反応が、まあメール来たり、感想来たりね、
コメント来たりしてわかるんで、まあ喜ぶとこはまあこういうとこなのかなってポイントがね、まあ少しずつつかめるようになってきました。まあだからやっぱりね、そのまあビジネスでも何でも不特定多数を相手にしてる部分はやっぱあると思うんですよね。やっぱその辺考えて、まあブログ書いたりね、音声撮ったりするとなんとなく世の中の流れっていうのは見えてくるようになるなっていうのは思いますね。そのまあ毎日新聞見てても、まあ、ニュース見ててもそうですけど、大体のこの世の中の流れっていうか人の気持ちの流れみたいなものが少しずつ上がってきたという部分はあります。で、それは自分なりの掴み方ですよ。まあ、それは一般的に本当の流れなのかはわからないんですけども、世の中の人は今こういうこと考えてんじゃないのかなとか、なんか漠然と、まあ自分のこの発信してる中からですよ。なんかその、核になるものは、核っていうかなんか、見えてくる感じが、ポイント、このポイントが掴めるようになるっていうのは、まさしくその、ことで、まあみんな何を楽しみにしてんのかとか、まあそういうのがなんかね、つかめるようになってくるなと思います。だから、まあやっぱりリーダー役っていうかね、まあ発信者、幹事とか発信者になると、ああ、こういう感じかって、分かってくるんじゃないですかね。続きで主役になることの効能、飲み会の幹事に限らず仲間と共に楽しむキャンプや合宿、お花見などでも仕切る側に回ることを私はお勧めする。私の例で言うと、これまでお店の従業員であるホスト同士、あ、この方ホストなんですね、ホスト同士の飲み会や食事会にも意識的に主催してきた。最近では利益にならないのは分かっていても、出版関連のイベントなども開催している。面倒ななんて思わずにそうした役割をあえて引き受けてみてほしい。それだけで自分自身にいい変化が現れるのだ。人の矢面に立ち主役になることの効果は絶大で、行動力やリーダーシップが身につき、同性だけでなく異性からも好かれるようになる。何より君自身が能動的になるので人生全般を楽しめるようになる。何事も責任を持って決定しなければならなくなるので、その結果批判されることもあるだろう。しかし、いいことも悪いことも全て引き受けるという経験をすることは、何事にも変え難いものだと思う。そうした主役をこなしていれば、やがて周囲が君をリーダーと認めるようになるだろう。人は主役を張ることによって成長できるものだと私は思う。主役を嫌がり、そうした立場を陰でこそこそ揶揄するような脇役は、行動も中身も一生脇役のままだろう。もし君が隠れてごっそりリーダーシップ論なんか読んでいるのだのなら、どんな役でもいい。実際にリーダーを経験してみてほしい。その経験は君を本物のリーダーに変えてしまうことだろう。ということです。まあ、ブログとかね、YouTube とかやってる人は多いと思うんですよ。ただ、やり続けるのはなかなか難しいってことですね。まあ、ブログとかね、その、ツイキャスだったらですよ。まあ、誰も聞かないってことですよね。で、誰も聞かないから、やめちゃうっていう、誰も読んでくれないから、やめちゃうってとこが、まあ、多いとは思うんですけども、まあ、もちろん続けていくことも重要なんですが、やっぱり能動的に、やり方変えていくって人も必要だなと思って、私もまあ10月から毎日ブログ書いてメルマガも毎日発信してんですね、今ね。で、まあ活動量自体はまあ活動やってない部分もあるんで、まあ地元の読書会ちょっとお休みにしちゃったんで、その代わり毎日メルマガ書くとか、ああ、ブログ書くとか、まあそっちに変えたんですね。だからちょっとですね、やっぱりずっと同じやり方してても煮詰まってくるんで、結局 YouTube でライブ配信するのも、今までのやり方やっててももうちょっと頭打ちだというのが、まあなんかすごいひしひしと感じると。だからまあちょっと目先の変わったことを
やっていかなきゃいけないし、まあ同じことをずっと続けていってもね、まあ、効果が出ないんだったら、まあ、やめて新しいことやるか、やり方変えるか、どっちかだと思うんですね。だからずっと変化していかなきゃいけないんですね。自分自身を変化させていくっていうか、まあ自分の行動を変えていかないと自分自身も変わんないですからね。まあ少しでも能動的になるように、やった方がいいと。でも私は本当はコツコツね、哲学書の精読やりたいっていうのはあるんですけども、できればね、ニーチェの著作全部解説するとかね、まあ別に古典でもいいんですけど、源氏物語全部解説するとか、まあ、やりたいなと思うんですけどね、まあそっちばっかやってると詐欺細りになってくっていうか、まあ聞いてくれる方はいるんですけども、まあどうしてもね、その裾野が広がらないっていうかね、いうのがあるんで、まあながら雑談したり、ライブ配信で雑談したり、まあ、していかなきゃいけないなと。まあ、聞き流してる方ももちろん多くおられると思うんですね。だからね、そんなに、一回一回展開のあるようなね、テンポの速い話しても、聞いてんの疲れますからね、そんなもん聞いてたらね。だらだら喋った方がいい時もあるということですね。まあ、そんなことをね、ちょっと思いました。まあね、もう皆さんももし、まあ、リーダーになりたいっていうのは、まあリーダーになるんだったらね、読書会開いてもらえばいいと思うんですよ。で、一人でも二人でも集められるかっていうところですからね。まあ、あるいはツイキャス、自分でやってみると。一人でも二人でも聞いてくれる人増えるかと。まあ、じゃあ、10人ぐらいになら大したもんだと思うんですね。まあ、歌うとかね、実際踊るとか、そういうのだったら結構集まりやすいのかもしれないですけども。まあ、私みたいにね、顔も出さないでトークだけっていうのは、結構ハードル高いっていうか、なかなか人は集まりづらいとは思いますけども。まあ、今ね、簡単に発信できますし、スマホ一個でできますしね、YouTube の、まあ、ライブ配信自体は確かチャンネル登録数がある程度いないとできない、多分そういうあれになってるんですかね、ちょっと私よくわかんないんですけども、まあ誰でもできんのか、誰でもできんですかね、ちょっとよく調べてないんですけど、まあなんかね、やってみて続けてみて見ればなんか変わるんじゃないですかね変わるっていうか、まあ今やっぱね、自分を売っていかなきゃいけない世の中になってますからね、パーソナリティをね、まあそういうことが簡単にできるようになったわけですね。だって今まで私この YouTube とかですよ、まあインターネットウェブが出てなかったら、私なんかただ本一人で読んで終わりでしたよ。まあ読まなくなってたでしょうね、社会人になってね。やっぱり20代の時気づいたのは、いや今まで一人で読書してきたけども、まあ、この体験が共有できるっていう、まあいろいろなツールが、最初はやっぱブログですよね。ブログが出てきた時に、あ、これだけ簡単に情報発信ができると。今まで私の学生時代なんてやっぱホームページ作ってましたからね、なんかソフトを買ってきてですよ。それがこのブログが出た時にびっくりしたんですよね。こんな簡単に記事がアップできると。で、サーバーとか借りる必要もないし。で、これはすごいいいなと思って、まあ、ここからもう、これ革新で、アメブロが出てきた時は革新的だなと思ったんですね。で、やっぱり YouTube ですよね。初期、まあ、10年前ぐらいの YouTube なんか何も見るようなもんなかったんですけども、まあ、やっぱり、今ね、コンテンツが、今も大したコンテンツないですけども、まあ、自分のも含めてそんな大したもんじゃないんですけども、ただなんていうか、あ、でも変わりましたね。 YouTuber なんて10年前いなかったですもんね、よく考えればね。やっぱヒカキンさんが出てきてぐらいですね、 YouTuber だって言い出したのは。
それまではそんな使い方してなかったですね。まあ、違法アップロードみたいな、まあ、テレビ番組にアップするとかそういうのぐらいしかなかったから、やっぱりここ5年ぐらいで大幅に変わってる。まあ、あとツイキャスとかだってなかったですね。私ニコ生のことはちょっとわかんないんであれですけど、まあでもどんどん変わってますよね。で、その一方でやっぱ出版業界が本当に斜陽産業になって、もうどん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 出版物減ってますし、本屋に行ったってなんかあんまりいい本がないですよ。買いたいと思うような本ないし、なんかもう雑誌コーナーなんてなんかスカスカっていうかね、なんか変わり映えしないこと やってますよね。まあそれはそれで需要がそれなりにあるのかもしれないですけど、まあそんなこと思いますね。だからまあ個人でもこれだけね、気軽に発信できると。ライブ配信でね50分ぐらいやって、さらにそれが自動的にね録画してくれて、そのままアップしてどんどん積み重なっていくと、それもタダで、それも広告料入ってできるっていう、すごいことだなと思いますけどね。とは思いますけどね。それでね、私もまあね、コメントをいただくと、まあまあ、全然存じ上げない方からいつも聞いてますって言われるとね、いや、会ったこともないわけですけども、あ、でもこれすごいことだなと。こんなやりとりが、知らないところで人との出会いが生まれてると。私の知らないところで私の音声聞いてる人がたくさんいるっていう、ことですよ。それはびっくりするっていうか、と思いますね。まあ皆さんもそれはできると思うんで、まあ別にね、顔出し、名前出ししなくても別に YouTube でもツイキャスでもできるんですから、まあブログでももちろんですけど、まあもしね、お時間あれば、まあなかなかお仕事でね、そんなことできない方の方が多いでしょうけども、まあやっていってみればね、仕事の方にフィードバックしてくるものもあると思いますけど、まあ今ね、今どこの会社ってもう SNS とか何だってインスタ映えだっていう話になってきてるし、なんかね、まあ小売業とかサービス業はまあなんか何かしらこう、発信していかなきゃ、発信して集客していかなきゃいけないというのはどこもあると思いますけども、まあなんかね、ご自分なりに興味のあることで続けられそうなところで発信していけばいいんじゃないですかね。まあぜひやってみてください。メルマガ登録募集しますので、説明欄のところにリンクあります。よければご登録ください。チャンネル登録、グッドボタンもお願いします。Amazon、楽天のリンクも貼ってあります。一度踏んでいただいてお買い物していただけますと、当読書会に紹介料が入りますので、ご協力いただければありがたいです。以上です。最後まで聞いていただいてありがとうございました。